さてホームスタンドスタート地点には続々と最終キューレースのメンバーが到着をしてまいります。奈良競輪場ナイター開催マホロバナイトレース F1 チャリロトハイです。最終キューレースは3つ目の S 級準決勝になります。奈良のサンサンバンクを6周距離は2 0 1 5ル先頭を固定。それでは対戦メンバー1番から順を追ってご紹介いたします。 一番地元奈良の中井俊介です。二番が広島の大川隆二、三番三重の伊藤祐樹。四番大阪の古性裕作。五番も大阪の神田康介。六番愛媛の吉武慎太郎。そして七番が岐阜の山口大輝。以上の七名です。先ほどの八レースからは、和歌山の東口義友、京都の山本新一。 この二人が勝ち上がりを決めています。ここは近畿勢、中部勢、瀬戸内勢、ライン三分線。八レース三着でした島川は権利がありません。七レース三着南がこのレースの結果待ち。 その南は特選が5着でしたこの9レースのメンバー古障を除いて他かの,の6名はいずれも2着条件ということになっていますさあスタートしました最終9レース3つ目の S 級準決勝戦4番の古障優作スタートを取りましたこれで近畿勢が前段から1番の中井俊介ポジション上げてきます5番車神田浩介中段ですが2番の大川隆二その大川が6番吉田を迎え入れていきます あとは中部勢で3番伊藤裕樹、7番の山口大樹で4コーナーへと向かっていきます。前で受けて近畿勢1番中井俊介成功報です。地元なら今節の主役です。2月の記念競輪春笠賞、そして4月の F1 青垣賞について、今年地元戦3連続優賛を狙っています。番手4番車古賞優作です。特選は不発3着でしたが、ここは中井という目標までいました。 自力でも強い故障が中井という目標を得て負けられない一戦必勝体制で臨みますライン三番手五番車大阪神田康介近畿勢前段協力ラインを形成しました中段からが六番吉武慎太郎二番大川隆二瀬戸内の二人です愛媛のオールランダー吉武準決勝は壁になることが多いんですけれども果たして今回どうでしょうか自らもまくり足を持つ大川が吉武に託していって あとは後方です三番の伊藤裕樹七番の山口大輝であります昨日は九秒四のまくりを決めました伊藤裕樹です強力近畿勢相手に後ろ攻めの六番手さあこういった体勢一度に決まって動きがありません残り三周青番のホームを通過して三番伊藤七番の山口この二人から揺さぶりをかけていきます前は一番の中井 さあ伊藤が一旦はこの中井を抑えるかどうか6番の吉武が中部勢に切り替えていきました抑えて伊藤そして山口1番中井車を下げて変わって6番吉武2番の大川です入れ替わり立川替の展開かさあ6番吉武2番の大川赤バンドホーム このまま先行体制に入るか5番手から巻き返す一番車中井俊介中井の巻き返し、中井の巻き返しここはスピードが違うあっさりとジャンの手前で中井俊介主導権を取り返しました4番、交渉優作無風絶好番手回りです。5番の神田介まで 近畿勢3名抜け出して盤石の夫人6番手から3番た伊藤祐希がスパートしますが残り1周回1コーナーから2コーナー4番、古障がこの3番伊藤のまくには厳しくさばいたさあ伊藤祐希これで行ききれない1番、中井俊介4番古、古匠優作5番の神田浩介どうやら近畿勢ワンツースリー体制で第4コーナーから直線コースに帰ってきます中井俊介古匠優作の追い込み古匠の追い込み変わってる五輪4番、古匠1番、中井 あとは5番の神田で近畿勢上位独占だったでしょうか最終急レース3つ目の S q 準決勝ではこの9レースを振り返っていきます中井の早めの巻き返し故障番手車間を切って伊藤の仕掛けを一発でさばきましたあとは中井が粘るか故障が刺すかといった展開だったんですが余裕シャクシャク故障優作差し込んでいます 角度を変えてのスーパースロー、ゴール体制は4番、1番、そして5番、6番の体制となっていますが、このレース、第1コーナー審議、第1コーナー審議です、一応のゴール体制、4、1、5、6でお伝えしておきますが、第1コーナー審議です、審議の対象選手の発表なのに、正式決定まではしばらくお待ちください。以上、9レース さてナイター開催の今節の奈良競輪場マホロバナイトレース F1 チャリー色ハイプログラムは第8レース2つ目の S 級準決勝です1周333メートル奈良番付を6周距離は2015メートル先頭固定競争出走,、えー、出走の7名が中央通路を通ってホームストレッチスタート地点続々と到着をしてまいりましたそれでは1番から順を追って各レーサーをご紹介いたします1番は広島のサイサコです 2番が和歌山の東口義友、3番、三重の谷口亮平4番、愛知の近藤達徳5番が徳島の島川正樹、6番、岐阜の原伸二そして7番が京都の山本慎一以上の7名です先ほどの7レースから勝ち上がりを決めたのは京都の稲垣宏行そして岐阜の竹内優作3着でした大阪、南秀司がこの後の結果待ちです 南が特選5着でしたのでもう予選組は2着が絶対条件になってまいりますこのレース3着で権利が残るのは2番の東口だけ山本は特選7着でしたので山本も2着が条件になってまいります ライン的には谷口、島川、山本、この三名を軸にした三分戦。発送いたします。体勢整いました。さあ前傾姿勢。気合が入って、最後に二番の東口。ハンドルを握ります。 8列スがスタートしました2つ目の SQ 準決勝1番の最佐回海2番の東口義智最佐古は外の選手の出方を見ながらどうでしょうか中から5番の島川正樹中四国勢がどうやら前段からになるんでしょうか2番は東口義智です3番車谷口良平4番手4番近藤達則そして7番の山本新一に最高峰6番原真嗣で3コーナーを通過していきます スタートやや牽制気味でした、誘導との距離がまだ空いていますがその距離を詰めて一番最差5回です予選がバンクレコード対9秒0まさに電光石火目の覚めるようなまくり追い込みをきましたここは島川に前を任せていきそうなんですがその島川、ポジションをじわっと上げていきます徳島109機島川も昨日は最終ホームから仕掛け9秒4で押し切っています。 ただ島川もまだ2番手アウトといった格好そのインコース2番の東口義友であります昨日の特選を制してシリーズリーダーに名乗りを上げましたその東口は山本の上昇を待とうというところようやくここで5番の島川1番最先を中止国勢3番手ならば山本新一です特選は車体故障もあったんですが7着さあこの準決勝勝負がかかります 三3そして後方待機が中部勢三番谷口良平がラインを引っ張っていきます直前の大宮を含め今年は優勝2回その勢いのまま昨日の予選その谷口も昨日予選はジャンガマして押し切りました番手は俊敏かつ厳しい裁きに提供あります四番の近藤達則そして六番車岐阜の原真嗣中部勢後方待機です二対二対三の三分線残り三周を切っています 成功法5番の島川3番手、7番の山本慎一そして5番手から3番、谷口亮平谷口がまずレースを動かします4番、今度6番、原を連れて残り2周半5番の島川も突っ張り気味に踏んでいるさあ島川突っ張って谷口を出させませんさあ3番、谷口は2番手アウト付近3番手アウトに今度はへばりついて近畿勢と中部勢ちょっと中段絡んでいくかいや3番手は7番の山本がさばいていますもう一度谷口は5番手ココーナーーーナナから さあピッチャーがってジャンマイの攻防サイド行った3番、谷口ですが合わせる5番の島川雅樹です。 さあ鐘が鳴ったおっと1番、斉作が島川と連結外してしまったこれで5番、島川の先行の後ろに3番、谷口4番、近藤が潜り込んで5番手から7番、山本新一がホーム仕掛けていったさあ、山本のホームからの仕掛け最終1コーナーから2コーナー5番の島川を7番、山本が捉えていく2番の東口、近畿勢あとは後方から1番の作坂界作が今度は自力に転じますがちょっと3番、谷口ともつれたこの間に山本、東口、近畿両者ワンツー対戦直線コース山本新一、東口、東口、差し込 か最後は東口が差し込んだかどうか7番の山本そして5番は島川です8レース S 級準決勝2つ目8レースを振り返っていきます展開を捉えた7番山本慎一2番の東口最後はこの近畿両者ワンツー体制2番の東口がわずかに差し切ったように見えましたが 275でしょうか角度を変えてのスーパースローで確認いたしますあやはりここは2番車東口まくった山本余裕を持って4分の1にあたりいわゆるちょい差し近畿勢ワンツー2番7番3着5番車島川ですしかしながらこの実況放送決定ではございません審判から正式決定出るまで今しばらくお待ちください以上第8レー さて熱戦が続きます。奈良系臨場ナイターレース、マホロバナイトーレース、F1 チャリロトハイです。いよいよ2日目のメインカード、S 級の準決勝を迎えます。その1つ目、7レースのメンバー入場してまいりました。戦闘固定距離は2 0 1 5メートルバンク6周回、1着2着上位2名、その時点で明日の決勝が決まり、3着の選手は3名中1人が明日の決勝戦です。 では対戦メンバーです。一番は愛知の金子隆です。二番が京都の稲垣宏之。三番大分の小岩大輔。四番富山の宮腰幸二。五番は大阪の南修二。六番福岡の鶴良生。そして七番が岐阜の竹内雄作以上の七名です。開催二日目チャリードトハイ。 いよいよここからメインカーで S 級の準決勝非常に今回は豪華なメンバーが揃いましたがさあここ竹内稲垣鶴3名にラインができての攻防戦です人気は竹内金子の中部勢中心そして稲垣南近畿勢対抗格。鶴小岩九州勢どこまでミスバを作ることができるかどうか 前傾姿勢と変わっていきます。七レースがスタートしました。一つ目の S. Q. 準決勝です。さあ、ゆっくりとしたスタート。ここは少し牽制気味ですが、断ち切っていったのが人気の中部勢。七番の竹内優作一番金子隆です。二番の稲垣宏行は中段からの競争になりそう。現在三番で。三番小岩大輔、四番の宮越幸治。あとは五番の南修二。 新狩りから6番鶴良生で3コ内へと向かっていきます誘導との距離を詰めて7番の竹内裕作チュブラインを引っ張ります爆回数18回という本格であります特選は4着でしたが赤番ホームから先行内容は悪くありませんでしたこの番手愛知のタイトルホルダー1番車金子隆ですそして4番手山の宮古越浩二中ほど3名が前受けこの3名を見て4番手に2番車稲垣裕之であります ここのところは人の後ろを回る競争も多い稲垣ですがここは自力を用意してという格好5番車南秀司が援護いたしますあとは九州勢6番の鶴良生3番の小岩大輔昨日ワンツーを決めたコンビです福岡111期鶴ここはビッグネームの2人稲垣、竹内相手当然挑戦者の立場先行に迷いなしでしょうか一度決まって動きありません3対2対2の三分戦です 成功7番竹内に対して4番手、2番の稲垣博之6番手、6番の鶴寮生さあ動くのは鶴涼生の方でしょうか3コーナーから4コーナー7番竹内1番金子4番宮越中部3名前段変わりません2番の稲垣もまだ4番手5番の南修二。そして九州両者6番鶴涼生3番小岩大輔で残り3周回動いて6番の鶴さあ鶴がまず車を上げていきます 3番の小岩大輔さあ稲垣はこの九州勢に乗っていくかどうか前は7番の竹内さあ竹内がどうでしょうあっと竹内はすんなり車下げました前は6番の鶴に変わっていますさあ竹内下げた1人がこれで5番手になってさあ終始稲垣南近畿勢は中段中段を立ち回っていきます 赤番のホーム早くもペースを上げました6番鶴良生です鶴が早くもペースを上げています3番の小岩大輔2番の稲垣3番手5番手7番の竹内優作です金が入りました6番鶴良生には迷いがありませんでした3番の小岩大輔です稲垣は3番手稲垣3番手 さあ稲垣は何度も7番竹内と同行を確認して残り1周回です6番鶴3番小岩さあ稲垣3番手2コーナーから巻いていく稲垣の先にまくり5番の南修二ですそして7番の竹内優作竹内もやってきた3コーナーのカーブ5番車南の県政南の県政さあ竹内乗り越えるか直線コース先頭は2番車稲垣広幸だ稲垣先頭稲垣先頭外から並べた竹内最後はこの2人2番稲垣7 2番稲垣7番竹内 3着に5番の南秀司でしょうか7レース S 級準決勝1つ目7レースを振り返ります稲垣にとってはもう思惑通り九州の2人を前に出して3番手をキープそして竹内より先にまくりました南も高サポート竹内のまくりを牽制これで稲垣がわずかに押し切ったかどうか角度を変えてのスーパースロー自力両者2番、7番 稲垣竹内ワンツ3着争いは番手を回った2人ですけども、5番の南が優勢、2番7番5番でのゴール体制です。しかしこの実況放送決定ではございません。審判からの正式決定であるまでは今しばらくお待ちください。以上 7番の湿地としお5番の今藤安博を連れて残り2周半4番佐伯を抑えます佐伯すんなり車を下げました中部3名前段に変わって水谷がここに切り替えていきますさあ4番佐伯2番の水谷おっと内を救おうという4番の佐伯ですが内を占めて1番の岡本しかしそれでも4番の佐伯ですがちょっと3番近藤と連結が外れている変わって後方から2番の水谷がさあ一気にかましていきました水谷が一気にかまして6番の前田大阪両者3番手に4番の佐伯佐伯の人に1番の岡本と展開が変わっています金がなって 2番の水谷6番前田で大逃げを打ちましたさあ大逃げを打ちました大阪両者3番手は6写真から7写真懸命に4番の佐伯は3を詰めようというところで残り周回2番水谷義弘6番の前田拓也車間を詰める4番の佐伯亮介です佐伯に乗って中部勢1番の岡本あるいは7番の湿地ですがまくり4番の佐伯佐伯とまくり決まって1番の岡本7番の湿地4コーナーから直線です先まくり佐伯その後ろから1番岡本そうあるいは番の地ですが 前は3番、森川5番の伊藤、中部の2人残り2周半1番の池野がここで飛び出していきました3番の森川が3番手のインそのアウトに追い上げた2番の大西です赤番のホーム残り2周を切るところ1番の池野7番の窓場3番手のインが3番の森川でアウト2番の大西さあ大西がいった大西が1番池野健太に。 挑んでいきましたが、ジャンで1番、池野そして2番の大西、先ら争い、力クラブになった、池野突っ張る、池野突っ張る、叩き切れるか、大西、さあ、最終ホームに帰って、わずかに2番の大西、叩き切ったか、後方から3番の森川、今度は森川が置いた、森川が動いていく、森川のまくり、前は2番の大西、4番の網谷で、3番、森川のまくり、5番の伊藤、ここに6番、高市、そして7番の窓場現在5、6番手付き、さあ、窓場ここから動けるか、前は3番、森川、五番の伊藤に代わって直線コース、森川大輔、前から五番、伊藤の追い込み。 伊藤まさ追い込んでの合輪そしてやはり昨日先行して2着再作を今日は自力を封印友永に任せていきますその友永が動きました友永が早めに動いて7番の堀を抑えました堀が進んだり車を下げて中国勢に中部勢5番の上田3番伊藤が切り替えました これで7番の堀は5番手、残り2周赤番のホームを通過しています。2番の友永隆介、6番蔡佐子雄馬、3番手5番の上田淳です。しかし5番手から巻き返す7番の堀、堀の反撃、堀の反撃、前は2番の友永も踏んでるんですが、ジャンで7番の堀が飛び出していく。4番の辰巳豊、1番の藤縄洋介、2番の友永は後退していく。近畿勢に5番の上田淳が俊敏に切り替えて最終ホームを通過します。7番堀良介、4番の辰巳豊、1番の藤縄洋介ですが、番手足を 5番の上田陣上田にチャンスがあるかどうか最終バックから3コーナーですさあまくった5番の上田上田のまくり上田のまくり緊急に接近牽制する辰美辰美の牽制辰美の牽制4コーナーから直線だ堀井亮介持つかどうか堀井先頭外から5番下の上田も突っ込んで並んでる五輪7番の堀井 伊豆谷が車を下げました誘導退避3番、池川5番の土井今度は4番の関谷ライン3名、この暑さを生かしてさ罪を生かして4番の関谷がやはり先行体制に入っていく残り2周回、2番の久保田6番柳原です巻き返す1番、伊豆谷伊豆谷の巻き返し伊豆谷の巻き返しですがどうですちょっとアウトに浮くかげただ7番の表が伊豆谷を4番手に迎え入れています。 ジャンがなって4番関谷哲平2番の久保田陽介6番の柳原司完全に近畿勢4番手1番の伊豆谷元気 再度マクリが打てるかどうか3番の池川が6番手縦がら展開最終1コーナーから2コーナー4番関谷、2番の久保田6番柳原2コーナーからマクる1番、伊豆谷伊豆谷のマクリ7番の表この2人を3番の池川が追っていく3コーナーのカーブマクリ切った伊豆谷そして7番の表あとは3番の池川ですが直線は伊豆谷元気マークから表の追い込みしかし伊豆谷元気先頭、ゴ輪か7番の表 4番高橋、3番松永を連れて、1番の板崎住んだり車を下げました。2番の山崎は九州勢に切り替えます。板崎は下げ切っての6番手になりました。これで前後体型が入れ替わる形で、 残り2周赤番ケージを左手に見て6番の正木明紀4番の高橋典文3番の松永慎太2番の山崎照ノはうまく中段4番手1番の板崎は後手に回っている6番手その板崎は巻き返しに出ましたさあしかし6番の正木もピッチを上げています金で6番の正木1番の板崎ただここはスピードが違ったっと板崎の後ろ5番の曽我部が離れてしまった1番の板崎は先行体制ですが援護がなくなって6番の正木が番手にはまっていますこの時点で2番の山崎照ノは前から5番手 最終2コーナーからバック1番、板崎悠也さあ番手から差を詰める6番、正木そしてようやく後方から2番の山崎を巻っていくさあ番手まくり6番、正木2番の山崎は4番、高橋に牽制された直線コース、正木のり高橋翔史佐賀勢ワンツー体制4番、高橋ゴリ。 5番手若干車間を空けた7番の辻勝です。辻がわずかに車間を空けています。2番の永原徹、6番車高田大輔。体勢変化ありません。3コーナーから4コーナー、ここで7番の辻。辻がここで動きを見せました。 残り2周の赤バンドホームさあ7番の辻が1番石坂を抑えて石坂、車を下げましたこれを見て6番の高田が切り替えていきますこれで1番石坂は下げた位置取りが5番手になりました打賞前2コーナーからバックストレッチ7番辻勝が先行勝負に打って出るか2番の永原徹鐘が鳴って3コーナーから4コーナー4番松丸宏典に6番高田大輔おっとうちを救った4番松丸松丸がうちを救っておっと6番高田を連れてこの2人で先行体制だ4番松丸6番高田で先行体制7番の辻が3番 1>, 1番、石坂は5番手縦1列最終2コーナーからバックストレッチやや意外な展開4番、松丸6番、高田3番手からまくり返す7番辻、辻辻のまくりが3コーナー決まっていく2番の永原、通る追って1番の石坂石坂もスパート届くかどうか直線は辻勝る、マークから2番、長原ですが7番、辻先頭合輪、ゴールイン。